去年ビリシャックを今上に取っていくけどね、JR とは直角に交わってないんです。斜めに交わってるので、この面をきれいに出すためにレンガをねじって、その時 の, このレンガをやってくれた人たちが考えてくれて、この形の、ああねじれてる、ああそっか。で昭和31年に電化が始まったんですけれども、その時私たまたまこの道を自転車で帰ってきた時にちょっとストップ言われて、それで今葉っぱをかける境に、それでこのトンネルの真ん中を葉っぱで崩して、水面を下げたんですね、オオカミ用の水面、まあ、そういうのがも思い出されるんですけれども、まあとにかく東海道線が全通したのは明治22年です。で、草津と是々の間が一番最後にできた、開通して全線開通になったんですね。ですからこのトンネルは明治22年よりも 4,5 年前ぐらいに、できたんかなと思うんですが、ちょっと低層と書いて連合が書いてあるとよかったんですけど、それがね見つからないんです今となっては。それでまあそういう工事をやっておられる、この下の線路を機関車走ってます。 今のこの線路ですね。で森土下上をまだ機関車走ってる、工事台を、ああなるほど、切り替える。そっか。それで私らが憧れやった特急ツバメがこのトンネルを抜け出てくるという、まあそういう状態もあったんですが、まあ私ら子供の頃に覚えてるのは、引き上げの方、外地からあるいは内地の大きなそのリュックを背負って列車にぶら下がってはった。でここがちょっとガッと降りるのとカーブですもんで、よくそういう無縁仏が出たね、いうことも思い出されるんですけれども、まあいろいろな意味で、まあそういう歴史を持つトンネルでございます。